夢にも思わなかった人生これからやってくるよって話したいと思います。僕どんな人かというとですね、宝船という阿波踊りのグループのリーダーをやってます。阿波踊りってどんなイメージがあるかっていうと、よくニュースとかで取り上げられる時にはこんな阿波踊りをね、見られると思うんですよ。なので阿波踊りはこういう感じで、あーすごい綺麗に踊るんだなって思ってると、実はそんなことないかもっていう話を今日したいんですね。有名な人がみんなね、なぜかわからないんだけど、愚かであれとかバカであれって言うじゃないですか。言いますよね。これスティーブ・ジョブズさん、今これからはインターネットの世界が始まるぞとね、え AI が大事なんだとかっていう時に、もっと常識を超えたものを作ろうぜって言ったら、みんなね、もっとステイハングリー、ステイフリッシュ行こうぜってみんな言うんですね。あと吉田職人っていう昔の偉い人が、くれって言ったの。諸君くれ、世界を変えるなら狂わなければならないって言ったんですね。なんで狂わないといけないの。まあ有名なアインシュタインっていう人が、一見して馬鹿げてないアイデアは見込みがないって言ったそうなんですね。これもっと実はいるんですよ。ニーチェが言ってるとか、昔の思想家が言ってるとか、まあアホであれバカであれクレイジーであれ、なんでこういうことが必要なんだろうっていうことを、阿波踊りと関係ないと思うと思うんですけど、実は阿波踊りって踊るアホになる芸能なんですね。ずっと形式とか見た目とか衣装とか要素をどん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 外していくと、最後に残るコアって何って言ったら、アホになる探求なんですよね。これは阿波踊りなんですよ。それも450年も前からですよ。江戸時代からお祭りの時に、はっきり言うとバカ騒ぎですよ。それをね、なぜか人類はやってきた。なんでだろうね。要はね、俺たちはよく言ってんだけど、阿波踊りってクラブがない時代のクラブだったんだな。ハロウィンがない時代の渋谷のクラブのハロウィンだったんだなっていうのもあって、あれはけしからんって思う人もいるよ。ね、治安が悪くなるっていう人もいるよ。なんか交差点がもうぐちゃぐちゃになるとか、トラックをひっくり返すとか、あんなのダメだって言うかもしれないけど、なんで人類ってずっとあれやってきたんだろうっていう。それをもうちょっと文化というサランラップして、ちょっとだけ崇高なものですよっていう風にラベルをつけて売り出したのが阿波踊りだけで、ずっと人類は、ね、同じようなねことをやってるんですよ。そしてもしかしたら皆さんも今すごいおとなしいけど、奥の奥の扉開くと何か出てくるかもしれない。お祭りの魂がね、そういう場所なんですよね。まあ阿波踊りの魅力、今話しただけでも結構分かってくださると思うんですけど、まずはね、言葉いらないの。非言語。これでよく僕らが海外20カ国行ってますときに一番最初言うんだけど、パフォーマンスをするときになかなか歌の歌詞が分からないと聞いてくれない。じゃあ英語でやればいいんじゃないですかってよく言われるんだけど、それノンノンノンなんですよ。なんでかというと、僕らで20カ国行ってるんだけど、英語が通じる国だって少ししかないよって話で、中米ツアーっていうところに回ったりすると、グアテマラ、メキシコ、エルサルバドル、コスタリカ、なんだっけ、ホンジュラスかなとか、その時に一応英語のね MC で用意しとく。で、通じないの。それでどうするかっていうと、まあスペイン語を練習して MC とかするんだけど、やっぱ一番早いのは踊っちゃう。これね、すごい大事なこと。ちなみにこの写真はスリランカです。スリランカって何語って話やん。ね、通じるのにもう大人気だった。で、あと多様性がある。まあ、もともとグレー語で始まったから、身分関係ないよっていうのは条件というか、まあチケットなわけですよ。もうそもそも、ね、男も女も関係ないし、まあ国籍も関係ないし、もっと言うと港町だったから、むしろよそ者を来てもらって、よそ者に楽しんでもらいたい。で、まあお祭りだからそこでお金落としてもらいたい。で、循環、経済も循環する、潤うっていう。もうだから、すごい多様性ある。子供から大人まで楽しめる。なかなかないよ、それ。BTS さんが老人ホーム回っても楽しませられるかって、
そうはいかないよね。例えば同じパフォーマンスを幼稚園でやっても楽しませられますかと、ちょっと難しいかもしれない。アボ踊りはいけんのよ。僕らね、マジでどの幼稚園も老人ホームも得意だし、海外も得意だし、イスラム教も行けばキリスト教の、ね、教会でも踊るし、いろんなことやってきた。これダイバーシティ、今の時代大切ですよね。で、インタラクティブ、これインタラクティブ、まあ双方向性。今俺はこうやってね、一方通行でちょっと喋らせてもらっちゃってるんだけど、本来楽しいのってさ、やっぱり一緒に喋ることじゃん。ね、パソコンもありますと、スマホもあります。いつも一方的に情報を見てますって時に、本当に価値があるのって、本当に世界が認められるのって、全部コミュニケーションなんだよね。その証拠に、ブロードウェイのミュージカルって、今どうなってるかというと、体験型ばっかりなの。上から水が降ってるとか、歩き回らないと見れないとか、演者の人がいきなり観客に入っていくとか、そういうの多いよね。だから一方通行じゃなくて、何か双方向で一緒に楽しめる、むしろそれを写真に撮ってシェアするところまで設計されてて、シェアをして楽しむところまでがエンターテインメントなんですよっていうのも多いんですよね。それを阿波踊りというのは、本来は踊るアプリ見れば同じアプリなのかな、じゃあソンソン一緒に踊っちゃえばいいんじゃない、400年以上前からやってたんだ、体験型だったんだって、これもね、阿波踊りのいいところ。はい、まあだからこのね、メッセージいいですよね。踊るアプリ見ればこう、同じアプリなら踊らんじゃソンソン。で、この写真で見えてる場所、これがニューヨークですね。ニューヨークのブルックリンというところにある、まあ、公園でお祭りを、お祭りのフェスですね、やらせてもらったときに、さあ、皆さん、一緒に踊りましょうって言うと、イエーイと踊ってくれるわけ。これがさ、なかなか一緒に歌いましょうって言っても歌詞わからないからなってなるじゃん。で、同じダンスでも、振り付けちょっと難くないですかっていうのできないじゃん。阿波踊りって、クソ簡単なんだよ。手上げて、リズム取って、足出せば、これだけ、こんな簡単なことあるっていうぐらい簡単で、もうここにいる人全員これ、まあ、この人以外踊ってるね。この人以外は100歩踊ってるっていうぐらいで、99% ほとんど踊ってるんですよ。どこ行っても。それこそ、中米行っても、アジア行っても、ね、アメリカとか、カナダとか、イギリス、ロンドン、パリ、ローマ、どこでも踊ってくれる。これもね、やっぱりいいことですよ。だんだん分かってきましたよね。あ、阿波踊りってもしかしたら世界通用するんじゃねえのって。でも、結局あなたは、どういうふうに始めたんですか？最初から阿波踊り好きだったんでしょ？私興味ないしと思うかもしれません。僕は実は、皆さん側のタイプで、正直、阿波踊り、めちゃめちゃ嫌いだった。めちゃめちゃ嫌いだった。阿波踊りをやる前に、宝っていうのができたきっかけ。よし。94年、これ小学校4年生だったね。この時に、僕の父親はね、徳島県出身だった。で、当時結婚して、東京に住んでたから、僕は生まれが東京で、徳島も全然空いてなかった。全然なかった。でね、うちの父親は、まあ、この子にも何かやらせたいと思ってた時に、まずこういう事件が起きるんですよね。テレビゲーム事件っていうかね、僕にとってはすごい大事な事件で、放課後、帰ってきました。ランドセルバーンと玄関に置いて、バタン、友達遊んでくるよ、行ってらっしゃい、バタンって言って、友達に遊びに行きました。当時はスーパーファミコン発売ばっかり、人ばっかり。で、友達がやってる。一人しかいないもの。でね、帰ってきて、親にその話をしたの。どうだった？面白かった？何したの？って言って、いや、ゲームもね、友達がやってるの見てた。見てた？え？ゲームやってないよ、やってない。友達がやってるから。ゲームが悪いことじゃないんですよ。もう当事者で何か遊べよっていう気持ちがあったんですよね。親としてはわかるけどね。テレビゲームが悪いことじゃないんだけど、なんか、子供に、自分で汗かいて、達成感が味わえて、なおかつ人から、称賛されることやってもらいたいなって思ったらしいですね。で、父親が、
何かやらせないと思った時に、ちょうどこのテレビゲーム事件からわずか数ヶ月後かな、あの阪神淡路大震災が起こるんですよね。これね、まあこれで何かスイッチが入って、うちの父親はなんかこれ見て、あ、阿波踊りやらせようと思ったらしいんですよ。元気届けたい、子供にと一緒に何かできないかな。じゃあ、まあ真ん中にいる僕の父親ね、阿波踊り、僕がふるさとのお祭りを教えるから、一緒に汗をかいてみんなの前で踊ってかっこよかったよって親からも友達からも言われるようなことをしたらいいじゃんと思ったの。当時でもね、日本の小学生に聞きました、日本文化がかっこいいと思いますか、 84.5% はかっこ悪いと思ってる。これむしろ流行の J-POP とか好きなアイドルとかと比べてむしろ好きっていう人ってもっと少ない。俺も思ってないで、みんな思ってないと思うし、このカメラの前の40人の人も思ってないと思う。ダサい、古臭い、分かんない、良さ分かんない、まあ、こういう風にずっと俺思ってた。どんくらい思ってたかっていうと、想像以上だと思うけど、俺嫌すぎて円形脱毛症になった。それは親はやれっていう、青鳥ってのは踊り方じゃない、生き様だから、やめるとかじゃない、どう生きるかとか言われてもさ、知らんよって思うじゃん、まあ、だから逆にその今この仕事に繋がってると思うんですけど、まあ、逆に今俺が阿波踊り大好き人間じゃなかったから、みんなのことよくわかるわってちょっと思ってる、おこがましいけど思うのよ。で、転機があって、まあ歴史ってさ、螺旋のように繰り返していくって言うんだけど、親はなんで宝くじ始めたかっていうと、なんか阪神大震災だったじゃん。俺の転機はこれ作り話じゃなくて、2011年にハワイに阿波踊りを踊りに行きませんか、これ初めての海外だったね。ハワイに行ったら、そのハワイの滞在中に東日本大震災が起きてしまったんだよね。起きてしまった明日からホノルルフェスティバルというのが始まるよっていう日で、夜海沿いに消防車とかパトカーが海岸線ブワーってして、家を立ち入り禁止みたいなテープをこのワイキキビーチに張り巡らして、こっから先は行かないでください。結果的には津波も来なかったし、ハワイ自体はまあ別に無傷なんで、やりましょうって。で、俺たち宝海は何もかというと、まあ、練習してきたから頑張ってやるしかないなと思って、別にそのたまたま起こってしまったこういう出来事になんかメッセージがあったわけで全然なくて、昨日の今日だったね。だとりあえず踊ろうと思ったら、ハロメさん申し訳ないんですけど、鳥のアーティストの方が飛行機の都合で昨日の地震のせいでもう到着しません。なので大鳥です。1000人くらい入るコンベンションセンターのところで鳥をやらせてもらう。俺さっき言ったように青鳥なんか別に恥ずかしいものって思ったでしょ。でもなんか踊るしかない、なんか運命的なことだしって最後はフナーレは宝船でーってわーって踊った。そしたらね、言葉知らないし初めて会ってるし日本人ですらないです、この人たちが勇気もらいましたーってなった。わーって、何これ何これ、え、ちょっと待って待って、何、俺が思った以上のしてるって思ったのね。身の丈に合わないぐらいの肯定感もあった。つまりそこにいた人たちが何考えたか、日経人もある、日本のニュースも見てる、でもあなたたちがここに追ってくれたおかげで勇気もらいました、明日からも頑張って生きていこうと思ったっていうことをね、本当に一人や二人じゃないぐらい全員が立ってありがとうみたいな、なんかそこでパーンとね、なんかねネジが取れて、あれ俺めちゃめちゃ小さなそこで生きてたって思ったんだよね。俺が恥ずかしいと思った阿波踊りって、これって阿波踊りがなんじゃなくて阿波踊りに対する俺の意識だったんじゃないか、もうちょっと面白いものなのかもしれないし、もっと言うと外の世界に行ってみたら本当にちゃんと認めてくれてる人っていっぱいいるんだなと思った。これ阿波踊り限らずみんなもやってもそうなんだけど、自分しか分かってくれない、誰も自分のこと分かってくれない、もう自分しかこの魅力気づいてないとか、自分のこの才能って誰も認めてくれてないみたいな、そういうことあるじゃないですか。
そんなことないかもよ、世界広いよっていうことをこれで感じたの。して、まあハワイのホノルルフェスティバルが終わって、なんとなくさっきの成功体験もあるから、ワイキキビーチでゲリラライブやりますって言ったら、バーッと人が集まって、もうチップで飯食えるぐらいお金が入って、ちょっと待って、俺たちすごいことやってるかもしれない。肯定感マックス、人生最大の肯定感。で、俺、やった海が、海の向こうに、俺のこと認めてくれる人、いましたよ早く、地元に帰って、俺、やってきました大冒険でした皆さん聞いてくださいって言おうと思ったの。で、帰ってきたら、今喜んでる時じゃないよ。しーみたいな感じだったの。覚えてる人もいると思うんだけど、CM が一個も流れてなくて、で、むしろあの時って全員が自粛しましょうっていうのがあったから、笑うことも楽しいことも良くないことって思ってましたよね。なんか儚くも人生最大の自己肯定感が叩き落とされてそれバーンって。そこで当時のメンバーと相談して、俺あのちょっと泡でアップデートして、あの時はねもうこんなもうスキー場の坂を思ったらバーン押されて、一回これゼロまで持ってきたい、ゼロでこのさっきまで持っていきたいわ。これあの俺ちょっとなんかあの今阿波踊りやってるべきじゃないよって人の気持ちわからなくもないから、これできるの俺だけかもしれない、俺たちだけかもよ。なんでって、なんか運命的な日にそういう最高と最低を味わっちゃったから、この気持ちを人に説得できるの俺しかいないと思って、なんかしないと使命感を感じたのね。その時あるじゃん、ちょうどさ26歳でさ、あの皆さんね大学卒業してちょっとぐらい、なんかこの人生でいいのかな、いやもうちょっと翼を広げてみたいって声ね、大体ロックバンドやってる人が歴史的にはみんな26歳7歳に自殺しちゃったりする時期を、なんか転換点なんだよね人間のね。そのね26歳、俺も何か脱皮したかったんだろうね。俺わかんないけど何かやる、阿波踊り世界で回るって言い出して、弟と姉と俺と集めてきたメンバーで頑張ったの。で2012年法人化、だいぶ前だけどね今思えばね。でプロになる。プロって何っていうと 100% 阿波踊りで稼いだお金で生活するの。そうやってみようと思った、できるよって。なんでって、あんだけ盛り上がってて、あんだけ来てくださいって言われて、それで勇気もらいました。人に勇気与えてるものがさ食えないわけないじゃん。だってニーズがあるから生きていけるでしょ、ニーズはあるよ、探しに行こうよって思えたもんね。で当時の合言葉ね、まあ、当時2012年、まだこの震災終わってすぐらいです、なんて言ったら、でっかいことしよう、俺は世界を見てきました、やりたいことが見つかりました。それ何かというと、第2のホノルル、第3のホノルル、第4のホノルル、俺たちが回ったあの会いに行ってない場所にどんどん行って、みんな勇気づけないです、嘘じゃないです言った。もはやね、阿波踊りじゃなくたって俺は何でもいいからやってやると思ったよ、なんかやんなきゃと思ったよ。とりあえずホームページにね、5年後までに世界ツアーを行います、予定はありませんってことをね書いたんですよ。これ書いた、いなかったのよそんな人、お金ないでしょ、もう何にもないから、知識も資金も人脈もマジでなかったの、何にもない、むしろバイトしたい本当に何もないのよ。どうするかっていうふうに考えて、俺たち何したかというと、とりあえず四季報っていう会社だけが辞典みたいに持ってるこんな分厚いやつがあるのよ。四季報っていうさ、なんかソフトバンクの株価がここで書ける、こんなのそこに、ね、電話番号とファックスが載ってるから、赤の順番に電話して阿波踊りいりませんかって言えっていうので、もうみんなから「もしもし阿波踊りやってるものなんですけれども企業パーティーなどいかがでしょうか?」みたいなことをやりまくってカーやって、全部断られ、行けても後まで、後から、これはしんどいけど、俺たちも世界見てますからっていう感じでずっとやり続けた。膨大な量、もうね、本当にね、
ら一個一個チェックリストつけたんだけど、マジこのぐらい電話かけたんだけど、このぐらいかけたら一個だけ九段日本語学校っていう外国人が留学した時に日本語を教えてる学校だったの。で、いやここは外国人は青森大好きだと思うんで日本の文化してもらいたいっていうことで、青森絶対いいと思いますよって言ったら、交通費1万5千円だけ払うからそれでもよかったって言ったの。こっちね7人で行ってて、利益考えたらやらない方が得なぐらいなんだけど、丸1日だしやったんですよ。どう思ったか、今1万5000円って言ったらさ、普通にバイトしたりウーバーイーツやったら稼げると思うよ。俺この1万5000円これでスライドインしちゃうぐらい嬉しかったの。はい、もらいましたみたいな。1万5000円か、はい、もらいましたみたいな。もうお金とかじゃない、もうあのメンバーみんな初めてスーツを着て、企画書って何か分かんないんだけど、とりあえずパワープロなんか作っとけって言って、阿波踊りのなんか提案書を作っていって、やっと取れた1万5000円、これ原点。それを繰り返してたらね、やったこの喜びだと思って繰り返したら、2年目で、2012年からで言うと2014年、これ2年目で、海外4カ国回りなの。4カ国。これインドなんだけど、これ1年、一番最初に行った国ね、インド。どうやって海外公演撮ってたのっていうのね、めちゃくちゃ頭悪いからさ、まあ、頭悪いっていうか、もうあのその王道の営業職とかじゃないから、どうかけたかというと、ははーん、これは普通にやっても海外に行かないと誰も出してくれない、それはそうだよね。じゃあ海外と貿易をしている、海外に日本企業を持っていこうとしているようなこの中間の業者とか、それぞれ連絡して潜り込ませてもらって、日本の企業の PR ですよみたいな、私も一緒に人寄せ、客寄せファンでありますよみたいなことやってるんじゃないかと思って、なんか貿易をしてるって感じ、ガン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 電話かけた、ダメです、ダメです、ダメですって感じで、したらある、ね、会社に行ったら、会いたいから、ちょっと会いましょうで、会ったら社長さんが、ご縁だから、あのクールジャパンフェスティバルっていうのがインドで、ムンバイでやるんだ、その社長さんが、じゃあ、即決でこれで、あのインド、よろしくお願いします。わずか15分くらいのアポイントでいいの決まった。全額出してくれるプラス出演料もらえて、それでめちゃめちゃパイプのいい感じでフェスで呼んでくれたの。これはご縁だから、俺は君たちの踊りに興味があるわけじゃない、タイミングなんだぜ、君たちが今ここで僕に連絡してきてくれたっていうことは何が運命だから、君たちがどんなパフォーマンスをしようが連れていきたいって言ってくれたんですよ。そんなことあるんだって言ったの。今ではね、世界60年ぐらい、まあ、いろいろ回ってますよ。はい。で、これで気づいたのが、よくさ、まあ、マーケティングとかさ、あの、ビジネスはこういうふうに PDCA を回すといいよとか言うじゃん。とかね、あの、言うのね。それで、あの、全然それは知識としてめちゃくちゃ大事なことなんだけど、一番大事なやつって、スティーブ・ジョブズも言ってた。最初に戻るんだけど、人間で視野があってさ、アホな人って、視野の外をいきなり見せてくれるの。見てなかった景色の窓を開けてくれるの。アホな人って、なんか無謀で危なっかしいかもしれないけど、いい景色見せてくれるよ、あっぱれっていうことで夢を与えられるなって思ったの。アホの魅力なんて必要か、夢を与えられるの。ワクワクしてくるの。できるかわかんないけど、なんかわかんないけどね、いいよね。じゃあ何かやろうって時、2018年、これ、マジで1円もお金にならなかったんだけど、クラウドファンディングで日本のファンからお金集めようって無謀なんだけど、このアメリカ大陸を横断しながら、それぞれの都市で阿波踊りを踊りまくるってツアーやったりとかね、これアホじゃん。で、これで経済的に売ろうかって、これ売わないんだよ。何の時やってるかって夢を与えるんだよ。そうするとね、不思議なんだけど、キャッシュポイントっていうか、お金の入り口なんてさ、踊ったらその場でいくらとかじゃなくていいの。大きなことを夢を持ってる人は、協力してあげよう、助けてあげようっていう人が、いつの間にか1年、2年、3年、4年、5年、ずっと応援してくれて、このコロナの時にも仕事を未だに続けてくれたりとかする人が増えてくる。あ、これってすっごい短期の利益を追い求めるよりも、大きな夢語って見たことない景色一緒に見に行きましょう、大事だなと思った。これね、モニュメントバレー、これホワイトサンズ、うん、これパイソンですね。もうニューヨークね、これ行きました。で、今後
を僕らやっぱりこの中みんな今日のテーマなんですけど、これから自由時間が増えてきたときにリモートで何でもできるよ、今もうリモート反対派が否定派が肯定派だったじゃなくて、もうね、切っては切れないでしょ、生活にね。それで何でもできるの。ネットフリックス見れたら、もうこれ、一日中変化出なくていいよ。アマゾンで何でも買えるよ。コスプレね、1000円以下で課金すれば、何万曲も聴ける。じゃあ、今大事なのって何って言うと、手触りなんだよ。なんか、体験するの。体験しないと分からないことあるよっていうのが今の時代だと思うのね。まあ、昔は、なんか上司が教えたことが部下が同じように引き継いでいくとか、先生が生徒にやり方を教えるとか、下の人たちはアドリブかますよりも同じことを2回目にやっていけばいい時代もあったかもしれないよ。でもそういうの昭和的って今言われるじゃん。もう令和の時代なのにね。でもそういうの。じゃあどうしたらいいのってなったら、この時代は正解が明確だから、効率的に組織を回せたんでね。ピラミッド型で大きくなってきたんでね。だけど、まあ、インターネットができてきたことによって、まあ、SNS も普及して、俺はタイムリーに今、このカメラの前の人と、場所の規制を超えて、話しかけられてるわけ。同じことを YouTube でやったら、もしアメリカの人もメキシコの人も見えるかもしれない。じゃあどうなったのっていうと、もう上から下へ、上司の言うことを聞いてればいい。青森で言ったら、すっごい厳しい、教会の言うことだけ聞いてないといけないじゃなくて、今はもうネットワーク型で誰がどう繋がるかわかんない。え？そのあなたの国ではそういう文化だったんだ。知れる。いろんな人の情報を入る。そうすると、何がいいって、高いか安いかじゃなくて、あなたのことを応援したいってなってくる。あなたの国に行ってみたいってなってくる。あなたがインスタに上げたあのパンケーキ食べてみたいってなってくる。そうすると、優劣じゃなくて、発想とかストーリーとか、人柄とかね、そういうのすごい大事になってくるよっていう時代になってきますよね。そうすると、コピペできる鑑賞型っていうものが、例えばデジタルで置き換えられるから、ストリーミングサービスでこの曲はいくらでも聴けるよっていうものには、もうほとんど0円。値付けができない。なぜかって、コピーできるからね。コピーできるのって値付けはつかない。だけど、ライブは、コロナ禍前までは動員がどんどん上がったの。体験じゃん。CD 買うよりも握手券の欲しいって人多くないですか、今の時代ね。ホイダンスとかね、BBAP とかね、一昔前のね、流行ったのは、あれって、踊り方を覚えて、自分がアップロードすることで世界中の人がそれを見るっていう現象だよね。そういうことね。まあ、ポケモン GO もね、たかがゲームで、玄関の外に出かせたってこれすごいことだからね。体験なんですよね。そうすると、まあ、コロナ禍で、よりね、まあ、このデバイス越しに見てしまうとか、しょうがないんだけど、そんな進んでる今、手触りのある生きがいって何？一流の映画も一流の音楽も、どんな人のブログも、どんな人の SNS も、ほぼただで手に入る時代、唯一価値があるのは、会いに行くこと、触ること、これ第一次情報っていうのかな？一次情報なんだよね。あなたでしかやってない体験、これ唯一無二、これすごい大事になってくる。これ阿波踊りもそうだから、阿波踊りなんでやってるのって、お祭りを作るって一期一会作ることだなって。世界には体感しないと知れない感動無限にある。これ僕らがグランドキャニオンに行った時ですね。僕ら行った時、無限にある。これグランドキャニオンなんて今行ったことある人もいるかもしれないけど、マジで行ってみないと分かんなくて、これここまで切れてるけど、奥も右も左も信じられないぐらい広いわけ。ただ広いだけだけよ。だからといって勉強になりました、明日からも学びになりますか、じゃないよ。でかいだけって、こんななんか知んないけど感動するんだって思うのね。で、広い世界を見るっていうのは金魚鉢と一緒で、小学校4年生の頃の米沢渡る少年は、阿波踊りもこんな世界ですけど誰も認めてくれてない。でも外の池に行くとこんなでかくなる。オジャーバニスターっていう人がいたので、どういうことかっていうと、まあ、1マイル4分の壁っていうすごい有名な話があって、1923年の1マイルっていうね、1マイル走っていうのがあると。この1マイル走は4分10秒だったので、
更新するのに37年間かかってようやく4分10秒で、37年もこの記録が破るのに時間かかっているということは、4分切るっていうことは不可能だと思われた。不可能でしょ。1マイル4分切るやつは37年もかかって無理だったな、また37年以上かかるぞって感じで無理だと思われた。そしたら31年後の1954年にロジャー・バンディスターという人がいきなり世界記録を10秒以上縮めて3分59を出しただけ。実はでね、この人がすごいって話じゃないの。これはこれもすごいよ。でもこの人はなんか才能に恵まれたりもしてる。これが痛いんじゃなくて、これを思ったロジャー・バンディスターっていう話は、一人ね、大記録ができたら、46日後に記録が塗り替えられて、1年後までに4本切る選手が23人生まれたの。これ人間がこの1年間で、この1950何年に、いきなりすごくなったから、そんなね、能力変わんなかったんだけど、スポーツとかでもよくあるかもしれないけど、なんか思い込みで記録が伸びないとかがある。面白いよね。阿波踊りってプロってなれるんですかって言った時には、なれるわけないっていう人ばっかりだけど、やってみたらニーズはあった。思い込みながら生きてると。みんなもね、今やりたいことは職業名として見たら成立しないかもしれない。阿波踊りというのは職業名じゃなかったから。でも YouTube だって職業名じゃなかったじゃん。職業名で考えてませんか、就活の時とかね。就活リストって職業名をしか書いてないからね。これからみんなが作る職業については書いてないからね。マジで阿波踊りでできたこと、 YouTube でできたこと、みんなが新しい1ページ作るかもしれないことは、もう根拠いらないから、好奇心のまず翼広げて一回ちょっと広い世界に出てみる。それは距離だけの問題じゃない、気持ちの上でね。気持ちの上で、さっきの4分の壁っていうの話があったように、米沢さんの話聞いてたら、やれなくもない気がするっていうのが、ちょっとでも昨日の自分よりも勝ったら勝ち。やれるかもって思ったらやれるのよ。まあ、レモンを見てください、梅干しを見てください。これね、大体の人が具体的にレモンと梅干し想像すると、体が勝手に唾液が出るそうなんです。これ体がそうなってます。そうなってるということは、同じことが脳内で梅干しやレモンじゃない時にも起きてる。つまり酸っぱいっていうことで脳内に唾液が出ましょう、つまり適応しましょうっていうのができてるということは、ずっとできる気がすると思ってる人は、体ができるために見えないところで汗をかいたり、見えるところで唾液を出したり、ちょっと準備したり、緊張するっていうことは心の準備だったりね、するわけですよ。寒くなってきたらちょっと体が寒さに対応するのね、あるじゃないですか。大体未知って怖いの。やったことないの、誰も行ったことないのね。初めて海外旅行に行くときって怖いんですよ。初めて英語ができないのに外国人が目の前にいるときって怖いんですよ。でも、もうこの薄皮一枚ね、薄皮一枚好奇心を持ってる、未知なことへのワクワクに耳を傾けてる。でもちょっとおもろいなって思ってる。死にはしないんだから、ちょっと楽しんでみようかなっていうスイッチ入れてみる。薄皮一枚でいい。そうすると、面白くなる。どんな人生も一度きりですから、皆さんね。36歳。ね。一度きりだなと思って。35歳には帰れないよね。皆さんの年齢の大学生に、もう俺はどんだけ体験を積んでも、どんだけ時間をかけても、どんだけいい思いしてもなれない。じゃあみんなは、今できることやってみようよっていうこと。で、このできること、やりたいことで自分を解放して自由を求めて獲得する。これ、阿波踊りなの。みんなは知らず知らずのうちに、これから阿波踊りをやっていく気がするの。踊りなんかじゃない。踊るってのは2種類あって、体が身体的に動く、この踊りもある。心が踊るっていうのもあるからね。ちょっとワクワクした。明日、この場所のカフェ行ってみたいと思ったら行ってみよう。それでいいじゃん。ちょ
ょっと心躍った。あのキャンパスに歩いてるあの男の子かっこいいから話しかけてみよう。いいじゃんそれで。ちょっとだけね、ワクワクしたら勝ち。そのワクワクの薄皮は積み重ねた時に膨大な結果を生む。踊るアホである。皆さんは踊り方じゃない、踊る職業でもない、心が踊る踊るアホになってもらいたいと思います。ありがとうございます。